はい、皆さんこんにちは、いきますよ、せーの、バトルガールハイスクール。今回完璧じゃなかったですか？どうですか？ OK、 しゃ。はい、前回ですね、この学校パートをですね皆様にご紹介したんですけれども、今回はですね、バトルを紹介していきます。はい、でちょっとね、もしかしたら生徒が増えてるんじゃないかなと思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ増えましたね。いろんなね、お着替えの衣装服が欲しくてですね、ちょっともう一回やってしまいました。はい、でちょっと今のですね、僕のベスト、パーティーチームをですねちょっと紹介します。かなりね悩んだんですよ。こちらです。はい、こちらでございます。まずトップはですね、おはようございます。やっぱり、ね、前回 の相性診断で相性バッチリと出た、綿木ミシェルミミをですね入れております。で、あとの2人をですねすっごい迷ったんですよ。まず1人目はねミキちゃん。おはようございます。やっぱりね、ミキちゃんは可愛い、可愛いです。でなんかね、このチーム編成の時に多分ね、この今おすすめ順で並べているんですよ、この女の子キャラを。なのでね、おすすめ順でいくと、このレンゲ、ミミ、ウララがトップなんですけれども、やっぱりミキちゃんを入れたいですよね。可愛さ、自分のそのタイプとかで選んでしまいます。はい、なんかね強さとか結構度外視してるんですけれども、でも4番目だからそんな弱いわけじゃないからね。で3人目はですね、くるみでございます。ここをね誰にするかすっげー悩んだんですよ僕。誰で悩んだかっていうとですね、やっぱね、ここみと、やっぱこの院長と、あとこのボーイッシュなこの子もねちょっと気になってたんですけども、まあ泣く泣くというかですね、ちょっと決断をして、くるみにしました。ちょっとですね、このパーティーでバトルに行ってみます。こっち、はい、でこちらがですねバトルの選択画面なんですけれども、まずはですね、青いストーリーって書いてある発見大型イロス 2-4 って書いてあるですね、あそこをちょっとチェックしていきましょう。ここがね、ストーリーだけ進むところでございます。うん、で僕はこのセリフだね、大型イロス全然見つからないな。イロスは大型になればなるほど普段は動かないでじっとしているみたいです。そんな調子でお腹は空かないのかな。びっくりすることにイロスって食事しないみたいなんですよ。うん、食事しない、そんなんでどうやって生きているんだ。イロスに私たちの常識は通用しませんよ。なるほど。でも本当に大型イロスはいるのかな、全然見かけないんだが。いますよ、それはもうすっごく大きいのが。どこだ。こいつでしょ多分。ほらこんな感じのお決まりの展開だ。ほんとに出てきちゃった。じゃあ戦おうぜ。何言ってんの、探してたんだからちょうどいいじゃん。やっぱな、この子って結構好きなんだよな。でもしゃねえな。落ち着いて戦いましょう。そうすれば必ず倒せるはずです。行きましょう。うん、みんな行くよ。しゃ行くぜ。で、これをタップですね。赤い方が、バトルでございます。でチームを選んでこれで開始。このね漫画についてちょっと後で皆様に。ずっとずっと見ててよね。見てるよ。ちょっと後で皆様にご紹介しますね。いきます。でバトルはですねこんな感じでプニコンを使った操作なので、画面をですねタップしてグイッと行きたい、ちょっと待って、行きたい方向にグイッとやるとですね走ったりできます。どうですか、このミミがちょこちょこ走っている姿。今ボスが攻撃したけどしてきたけど、ちょっとほっときますよ。ちょっと前からご覧に入れましょう。ほら可愛くないですか、このちょこちょこ歩く姿。これがね結構面白いんですよ。でボイス付きですからね。いくぞ、ワン、ほい、はい、これ避けて、避けるときフリックですね。あ、失敗した。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ナイン、テン、ドンキャー。で、スキルを発動して今攻撃力が上がってますので、この状態で殴っていくとやられてしまった。ちょっとここはミキちゃんにチェンジしよう。あー、このミキちゃんの任されたボイスがすげー好きなんだ僕は。行くぞ。で攻撃は避けて、ここで1、2、3、4、5、6、7、8、9、来い！なんで？なんでだ？ちょっと待って、ちょっとこの辺で溜めていこう。来た！あー、来る前に倒しちゃった。まあしょうがない。
はい、こんな感じでですね、ボイスとかそのちょこちょこ動く姿も可愛いんですけども、ボイスとかエフェクトとかもですねすごい豊富で、バトルですね結構楽しいで、楽しいんですけど、そんなことよりも動いてる姿がね、可愛いんですよねなんかちょっと大丈夫かな、僕なんか29歳にしてちょっと結構なんか目覚めてしまったんだが、いきますよ。はい、でバトルでですね勝つとこんな感じで経験値みたいなのが入ってレベルアップもします。あ、ちょっとランクは B でしたね。これ HP 満タンでクリアとか30秒以内にクリアするとなお良しなんですけれども、はい、ちょっとね僕やっぱゲームはそんな上手くないからね。でも楽しいです。これバトル一旦終了。はい、で、今ですねバトルやったんですけれども、ちょっとまた学校に戻ってですね、あ、この漫画ね、ちょっとこの漫画について皆様にちょっといろいろナイスな情報をお届けしておくとですね、あの一コマ漫画みたいなやつ結構楽しそうじゃないですか。であれですね、今ですねあの漫画ボックスとかでなんかバトルワールハイスクールの漫画が連載開始されているそうなので、ちょっとですねそっちをチェックするとあの楽しい漫画を読めますんで、僕まだ見てないんですけれども、あの一コマ漫画から想像するにめちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。ちょっとですね自分の好きなキャラができたらですね、ちょっとそっちの漫画もチェックしてみるとなお、バトルガールハイスクールにハマれるかもしれません。で、さっきバトルをお見せしてきたんですけども、ちょっと学校にも戻ってきました。でちょっとミキちゃんを、全然許すよ、全然許すよ、むしろ全然やってこなくていいよ。で、前回ですね、そのなでなでで親密度を上げるみたいな話をしていましたよね、こんな感じで。ちょっと恥ずかしいけど嬉しいです。こっちもね、恥ずかしいんだけど嬉しいんですよね。で、親密度を上げるとですね、この秘密とかですね、いろんな秘密が明らかになったり、このストーリーとかが進んでいくみたいな話をしたんですけれども、このなでなではですね、そのバトルでも宿題持ってくるのを忘れちゃいました、だから全然許すって、 OK です。ミキちゃんならこの親密度を上げることによってですね、バトルでもかなり有利に働きます。なので、その秘密とかストーリー見るだけじゃなくて、バトルでもですね楽に進めたかったら、やっぱその自分の使っている好きな、キャラクターの親密度を上げておくっていうのは、やっぱり大切ですね。でこうやってですね、なでなでで上げるのもいいんですけど、これで頑張れそうです。僕も頑張る、明日頑張る、明日金曜日だけど、今これ木曜日に撮ってますけどね、金曜日ちょっと大変だけど頑張りますよ。この特訓っていうところもありまして、この特訓をですねさせてあげることで親密度を上げることもできます。ちょっとランニングしていきましょうか。やったぞー。うん、でこんな感じでですね可愛く特訓してくれます。はい、で特訓には結構時間がかかるんですけど、ちょっと今回はね応援アイテムっていうのを使って、すぐ終わらせてみます。スポーツドリンクをミキちゃんに注入。ありがとうございます。これでまだ頑張れそうです。はい、これで、すごいでしょ。こんな感じでですね、親密度こちらでも上げることができますので、どんどんなでなでしてですね、どんどん特訓して、親密度を上げてください。はい、でちょっと教室に戻ろうかな。はい、こんな感じでですね、ちょっと今回はバトルをやっていきました。結構ね、その慣れてくるとですね、プニコンの操作やっぱりやりやすいんですよね。だから上手い人だったらね、かなり自分の思う通りにできるかもしれない。でちょっとねまだ慣れないっていう方でもですね、やっぱね自分のその好きな女の子がねちょこちょこ動いてて、なんかボイス付きで殴ったりですね、すごい豪華なエフェクト付きのスキルとか出るとですね結構楽しい、楽しい、なんかねすごい変な気持ちになってきました。はい、というわけで、バトルのご紹介どういかがでしたでしょうか。次回もですね動画やるんですけれども、次回はですねこの競技というものを皆様にご紹介します。競技場へようこそ。それでは早速競技に参加しましょう。はい、これですね毎日できるんですけど、毎日のその決まった時間にしかできないんですね。でこれどんなものかっていうとですね、詳しくは次回、今日の運勢をルーレットで占うっていうのどうかしら。はい、詳しくは次回ご紹介するんですけども、他のプレイヤーとですねオンラインで対戦することができます。はい、なのでちょっと次回はですね、この人生は競争よ、どれだけ時代が変わろうとその事実は変わらないわ。この先生結構いいですよね。僕先生も結構好きなんだ。ちょっと戻って、はい、次回の動画ではですねちょっと競技を皆様にご紹介していきます。そちらでもですね自分の好きな、気に入った女の子を使うことができますので、結構楽しいんじゃないかなと思います。というわけで次回の動画をお楽しみに。今回はバトルでした。ありがとうございました。さよなら。
最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。